山田涼介の教え子に、水沢林太郎&山下幸輝ら決定、緊急ドラマ、ビリオンスクール。山田涼介、ヘイ、セイ、ジャンプと、木南晴夏が出演する新ドラマ、ビリオンスクールより、生徒を演じる、新たなキャストが発表された。本作は、日本一の財閥系企業のトップであり、億万長者イコールビリオネアの主人公、加賀美玲、山田さんが、身分を隠して、学校の教師となり、様々な問題に直面しながらも、生徒と共に成長していく、学園コメディー。加賀美が担任するのが、やる気ゼロ、才能ゼロ、将来性ゼロの生徒が集められた3年0組、通称、ゼロ組。そこの生徒として、水沢林太郎、山下幸輝、柏木優、超特急、上坂樹里の出演が決定した。マイセカンド青春に出演した水沢さんが演じるのは、ある理由から学業がおろそかになり、ゼロ組に転落してしまう西谷翔。かつては快活な少年で、クラス行事に積極的だったが、ゼロ組落ちにより、どうでもいいと達観するように。君の花になる、最高の教師1年後、私は生徒にされたに出演した、山下さんが演じるのは、特待生徒として入学、すべての模試で1位を取る、秀才、地区中天玉。しかし、ある理由で不登校に。水沢さんは、このドラマを、リアルタイムで、多くの方々に見ていただけるように、このドラマを見るために頑張る、このドラマを見たから頑張れる。そう思ってもらえるように、僕自身精一杯頑張っていきたいと思っていますと、意気込み、山下さんは、また新しい雰囲気の作品になりそうです。山田さん演じる加賀美の言葉一つ一つを丁寧に、噛み砕いて刺さってほしいです。その中で自分含め生徒たちがどう変わっていくのかも見てください。そして素直に楽しんでくださいとコメント。フジテレビドラマ初出演かつゴールデンプライム帯ドラマ初出演の柏木さんがかつて文化祭で問題を起こしゼロ組落ちた映画オタクの鈴木司。雑誌セブンティーン専属モデルで連続ドラマへのレギュラー出演は本作が初となる上坂さんが別クラスでいじめにあっていたため逃げるために自ら進んでゼロ組に転落することを選ぶも雪見のいじめのターゲットとなってしまう梅野姫子を演じる柏木さんは本当にすごく嬉しくて家族にだけ報告しましたしそれと同時にプレッシャーも感じていろいろな感情が混ざっていました。かっこ笑い。と出演決定時を振り返り、上坂さんはオーディションの時から絶対に受かりたいと思っていたので、決まったと連絡が来た時は本当に嬉しかったです。連ドラ、レギュラー出演と学園ドラマとどちらも私にとって初めてで目標でもあったのでとても楽しみですし、その分不安なところもたくさんあります。いただいた役を演じきれられるように精一杯頑張りたいですと語っている。ビリオンスクールは7月5日より毎週金曜日21時、フジテレビ系にて放送、初回15分拡大。